そう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 。こんにちは。ドラえもんチャンネルです。ひなたです。ひなたです。はい。今日は無印良品の食品を使っておうちカフェをしたいと思います。イエーイ。これ食べるのが楽しみ。あ、ちらっと見えてるな。無印のバームクーヘンを使ったり、パウンドケーキとか使っていろいろアレンジしておうちカフェをするんだけど、ひなたくんとひよりちゃんにはケーキポップを作ってもらいます。ママライフチャンネル始まるよ。じゃあ今からトッピングしてもらうねんけど、こっちのお皿に入ってんのがくまちゃんココアビスケットとくまちゃんビスケットとフリーズドライのいちごのクランチと刻んだくるみとアーモンドです。これをそこにさ用意したチョコレートのケーキポップにこのピンクのチョコペンでお絵かきをして、で上からパラパラってトッピングかけたりくまちゃんビスケットつけたりすんね。じゃあひなたくんからどうぞ。あったかいから気をつけてね。あ、これ食べたのか。違う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 。できた？うま！どうだ？硬いんかな、ちょっとな、ぎゅーって。違う違うちゃん。違う。でもママみたいに見えるでしょ。うまや。な。ママ。上手に描いてるね。はい、じゃあチョコペンで模様をかけたら、そっちのトッピングをバラバラしていってください。はい、じゃあ一応大好物なんだ。な、大好きやもんな。食べたいな、早くな。早く食べたいよ。早く食べたいよ。わかってるこれ何？ん？ケーキポップ、チョコの。やっぱめっちゃ笑ってるやん。で、次はアーモンド。接着剤の代わりにチョコペンをつけて。え、な、な。くっついたかな？まあ固まるまで置いとこう。ちった。ひなたくん完成。完成。はい、次はひーちゃんどうぞ。ひーちゃん。このピンクのチョコペンでお絵かきして先に。肩いいかな？肩。出た？むぎゅー。ほら。あ、ほんまや。出る？いける？はい。トッピングのせていって。何のせる？いちご？のせるの？食べたらなくなんでもう全部。そう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 。できるかな？そう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 。どこな？どこしようかな？くまちゃん乗せる？乗して？あ、ほんまや。落ちちゃう。すごい上手やな。それに置いて。うん。ああ。倒れちゃった。食べてる。おうちカフェのアフタヌーンティーセットが完成しました。今からじゃあ食べていこうか。うん、はい、待って、いただきますよ。せーの、いただきます。はい、待ってね、お皿入れよ、お皿入れよ。あ、もう何でもいいよ、好きなの食べたいやつ乗していき。カチャ。オッケー。いただきます。おちんして食べ、ひよちゃんも。どう？うん、おいしい。上手に作ってたからな、二人とも。おいしい。はい、二人のお皿に乗ってるのはママが作った焼きチーズバーム。かぼちゃのバームクーヘンにチーズを乗せて焼いたやつ。あとね、そのサンドイッチがバターチキンカレーとゆで卵を混ぜたカレー味の卵サラダを
サンドしてるサンドイッチです。ひよちゃんがもう食べ始めてるな。いただきます。どうぞ。美味しいね。これも国産野菜のスティックかぼちゃ。それ好きやな、ひよちゃんな。美味しいな。焼きチーズ版、チーズの部分。美味しい。なんちゅう顔してんね。くまちゃんの形の天才糖ビスケットとマロンバームを使っているドライフル。ふんやかい。痛いね。なんかラスクやけどクッキーみたいな感じやな、これ。どうですか？うん、美味しい。よかったよかった。美味しい。はい、じゃあ今日は無印良品の食品を使ってお家カフェをしました。どうだった？楽しかった。楽しかった？めっちゃ眠そうやな、やったくん。ケーキポップ難しかった？作るの。結構簡単。簡単やった？コーティングするチョコレートの種類変えたり、チョコペンいろんな色にしたら、いろんなバリエーションがあるし、ハロウィンとかにもいいかも。お化けとかは？そうそうそう、お化けのも作れるしな。だってハロウィンやもんな。うん。お姉さん、グッドボタン。押してね。